走行機兵ボトムズは日本サンライズ制作のロボットアニメ。テレビシリーズが1983年4月1日から1984年3月23日、テレビ東京系他で放送された。全5に話。後日談やサブエピソードを描いた小説、漫画、OVA 作品が制作、発表され続けている。映像作品の最新作は、 2011年4月に発売された OVA 声再びである。高橋良介がリアルロボット路線の太陽の牙ダグラムに引き続き手掛けるテレビアニメとして生まれた。ハードボイルドな描写とハードな世界設定とともに登場するロボットアーマードトルーパーを単なる機械、単なる兵器として扱う描写をダグラム以上に徹底して追求し、 1979年の機動戦士ガンダムに始まるサンライズのリアルロボット路線は本作で一つの頂点に達したと言われる。一方でガンダム、ダグラムでも見られた少年が戦いの中で戦士として成長するという従来の展開に対し本作ではすでに兵士としては完成された主人公が仲間や愛する者を得て人間性を取り戻していく。 展開となっており、さらに物語後半では、主人公自身が、頂上の存在であることが判明し、自らその謎を探求していく。本作は監督の高橋良介、キャラクターデザインの炎山のりを、主人公の声を演じた、郷田穂ホそして音楽を担当した、犬勇気のそれぞれの代表作の一つとされる。キー局のテレビ東京等は、宝の一社提供だった。 アストラギウス銀河を二分するギルガメスとバララントは、もはや海戦の理由など誰も知らない戦争を百年も続けていた。その百年戦争の末期、ギルガメス軍の一兵士、キリコ QBE は、味方の基地を強襲するという不可解な作戦に参加させられる。その作戦でキリコは、軍の最高機密、スカラダを目にしたため軍から追われる身となり、町から町へ、 星から星へと逃亡の旅を続ける。その逃亡と戦いの中で、やがて陰謀の闇を突き止め、自分の出生に関わる、さらなる謎の革新へと迫っていく。主題歌2曲と、挿入歌を収録したレコードは、共にキングレコードより発売された。テレビ版のストーリーは、治安警察と暴走族が牛耳る町、ウド、反政府軍との内戦が続く熱帯の王国、クメン。 砂漠の惑星、三ササキリコ出生の秘密が隠された惑星、クエントの4つのパートに分かれており、舞台が変わるごとに、紫外線、湿地線、宇宙線、砂漠線など、様々なバリエーションの戦闘シーンを展開する。これは、太陽の牙、ダグラムが、舞台がほぼ砂漠だけということで画面が単調だった、ためとされている。各は担当作画監督の一人であった。 アニメ R の谷口森康は本作で活躍して、その後、高橋監督作品、気候会、ガリアンの中核スタッフを経て、高橋が監督した青木流星 SPT レーズナーではキャラクターデザイナーに抜擢された。本作の企画を作った当時はトップレスバーならぬボトムレスバーという下半身に何も履いていない女店員が接客するバーがあったため、ボトムスという いやらしいイメージのある名前に抵抗を持つ人がいた。高橋良介は、これは、アストラギウスの言語であり、英語ではないという説明で乗り切ったという AT と、その乗り手を指す、ボトムズという呼び名は、軍の定めた公式見解では、バーチカルワン、マンタンクフォーオフェンスマニューバー S、攻撃と起動のための直立一人の利戦者の略称であるとされている。しかし実際は、 脆弱な走行、発火しやすい、ポリマーリンゲル液、コストを下げるため切り捨てられた機体の、生存向上システム人命よりも生産性を優先させた AT は、搭乗者の生存率の低さから、まさに、鉄の缶オケとも言える代物だった。同時に、パイロットたちの素行の悪さと、任務環境の過酷さからついた、スラング、ボトムズ、最低のやつであるとする、説が強いという。 したがって番組終了後発表された小説青の騎士ベルゼルが物語にある最低の野郎どもという解釈は初出ではない。高橋は当初作品タイトルのボトムズの英語スペルをボトムズにするつもりであったが商標上の問題により実現せずやむを得ずボートムズに変えたという経緯がある。同時に AT や AT パイロットのことだけでなく 作品の描くテーマとして、より講義に、底辺の人間たちという意味も込められているとのことで、ある。テレビシリーズ序盤、主人公のモノローグや予告編のナレーションにおいて、AT を、ボトムズと呼称する回が数回あったが、その後劇中でその名を聞くことは OVA、ペールゼンファイルズまでしばらくなかった。劇中に主に使われる故障は AT であり、AT の正式名称。 アーマードトルーパー、そしてスコープドック等の固有機体名もほとんど登場しない。特に固有機体名を使わないのは、玩具販売を目的としたスポンサーがつくアニメでは異例中の異例であり、そのことがリアルロボットアニメとしての本作の地位を高めた一因にもなっている。主役については、無口な男の方が上舌な男より格好がいいと、 高橋監督が感じ、AT のコックピットの中でしか安らぎを感じることができない無口な男にした。ヒロインについて、キャラクターデザイナーのエンザ山ンのリオが美女が好きなため、高橋監督が好きなコ,コナのような愛嬌があるタイプではなく、完璧な美女にした。フィアナが初登場時にスキンヘッドだったのは、脚本の吉川宗氏が主張したためで、高橋監督は、 液体の中で髪が揺らぐ様子を描きたかったので、スキンヘッドにしたくなかった。高橋監督によれば、結果として恋愛ものとして見られることがあり、実際そうなったのかもしれないが、もともと恋愛は、ボトムズの要素の一つだった。高橋監督は、恋愛を描くにあたり三角関係を作ろうとしたが、ココナでは、フィアナに立ち打ちできないと感じ、 フィアナをめぐる三角関係を作る人物として、イプシロンを設定した。ルックスはキリコより男前にした。高橋監督はイプシロンを見ていて、この男は長生きできないと感じ、イプシロンにふさわしい死に場所を与えるため、第39話、パーフェクトソルジャーのエピソードを作った。ガンダムからロボットが兵器として扱われるようになり、 兵器として考えるに際し、戦車のイメージはダグラムでやったので、スピード感を重視したジープのイメージとしたため、自動車を縦にしたサイズにした。メカデザイナーの大川原邦夫はすでにそのサイズのロボットを高橋監督が相談する前に描いていて、偶然、両者の思惑が一致した。数々の映画を大胆に引用したことでも知られる。ウド編は、ブレードランナー、クメン編は、 地獄の目白く、除退した兵士が何の準備もないまま社会に放り出される主人公、キリコの成り立ちは乱暴などに影響を受けていると関係者が公言している。主題歌、挿入歌主題歌を担当した覆面歌手、鉄の正体は、後に1990年代のヒット曲の仕掛け人となったシンガーソングライター、小田哲郎である。小田が、 自身の公式サイト内の日記で読者からのメール等に答えて明らかにしたところによれば、ボトムズ放映の頃、まだデビューするかしないかの駆け出しだった彼はアルバイトとして覆面歌手扱いで曲を吹き込むことも多かったという。この作品についても当時お世話になっていた人の求めに応じて歌ったものであり、彼が数多く担当したそういった事情のある歌の中でも、 最も有名なものである。主題歌のオープニングテーマとエンディングテーマは、いずれも高橋良介が作詞を担当。今でもカラオケでファンによく歌われるなど親しまれている曲だけあって、坂台に困った頃に作詞院勢が入ってきて、助かってますと冗談交じりに語っている。挿入歌、頼まれ、グッバイは、テレビ版のク面編において、バーにいたココナが歌っている曲である。 レコーディングの際、バーで歌う雰囲気を出せるようココナ役の川波は、お酒を飲まされて、レコーディングを行ったという逸話がある。更新曲劇中、三作編のレッドショルダー関連映像の場面や、野望のルーツの終盤に流れる更新曲は、本作のために作成された曲ではなく、サントラ版に収録されておらず、ファンの間では、通称、レッドショルダーマーチと呼ばれていた。 この曲については、アニメ雑誌、アニメックのキングレコードへの問い合わせでは各テレビ局の BGM 用の規制局で、タイトルや作者、著作権元は不明とされ、アニメージュ誌による音響制作会社のオーディオプランニングーへの取材では、曲名はアベンサタです。作曲はエムゾラで、一般へは未発売。他にも、テレビ東京の汎用規制局、 東欧圏の民族音楽、古作舞台の音楽、記録映画の音楽など様々な説が唱えられ、正体が半然としなかった。2007年になってこの曲の正体が判明する。1966年制作のイタリア映画、トゥーマリーンス、イーウンジャネラーレのサントラの2曲目、アリバーのアイマリーンスがその正体であった。作曲は、ピエロ・ウミリアーニ。同じサントラには、 機動戦士ガンダム第12話で使用された曲も含まれている。M ゾラはピエロ・ウミリアーニの編名の一つである。この曲はカップインスタントうどん赤い狐の CM やボトムズが放送される以前の自転車ビッグワンガムの CM にも使われた。全作品太陽の木はダグラムの宝製プラモデルの CM で流され、それが好評だったためレッドショルダーのマーチに 採用されたのだという。この曲は、プレイステーション用ソフト、青の騎士ベルゼルが物語にも CDDA で収録された。バトリングをテーマとした、このゲーム中において選択できる入場テーマの一つで、この曲を選択していると、ゲーム中で、レッドショルダーにまつわるいくつかのサブイベントが発生する様になっている。なお、発売当時の雑誌インタビューにおいて、 開発スタッフが音源を探し回った末テレビ、東京のライブラリーにたどり着き、そこから収録したことを明かしている。ただしこの収録曲は、アニメ本編で使われた音源をそのまま収録したものではなく、新規に録音した別物である。ゲーム、第二次、スーパーロボット対戦 Z においては、戦記たちの更新という曲調を限界までにせたオリジナル曲が代用として使用されており、 劇中では、レッドショルダーのマーチと一貫して呼ばれている。本放送は、放送時間の問題等もあり、平均視聴率は高いとは言えなかったが、エーティスコープドッグをはじめとした、ガング、プラモ関連のセールスが好調であったため、打ち切られることもなく、四クールの放映を、全うした。サブタイトル、脚本、演出、作画監督の出展第52話には、エンザンのリオが、 作画監修としてクレジットされている。放送局の故障は当時のもの。テレビシリーズで描かれなかった空白期や過去の物語が3本のオリジナルビデオアニメとしてリリースされ高セールスを記録した。この人気を受け、外伝的作品、青の騎士ベルゼルが物語、気候両平メローリンクが生まれた。さらに1994年には、 本編の32年後を舞台とする続編、装甲騎兵ボトムズ核液たる異端がリリースされた。2006年、模型雑誌で連載中の、装甲騎兵ボトムズコマンドフォークトと連動したトークショーにおいて、高橋良介監督による、ボトムズ新作アニメの制作予定は発表され、翌2007年2月のワンダーフェスティバル2007では、歌唱題名を、 装甲機兵ボトムズペールゼンファイルズとして、キャラクターや AT のビジュアルを公開。夏頃の作品開始を予定し、進行中との情報が告知された。スタッフも当時のスタッフのほとんどが集結している。OVA のレッドショルダードキュメント野望のルーツとテレビ本編の空白期間を舞台として描かれる。2009年1月17日には、 ペールゼンファイルズ劇場版が公開された。2007年からは日経トレンディネットでペールゼンファイルズなどの制作現場やボトムズの次回作の構想を高橋良介が制作日誌的な小説にした新小説ボトムズ一分の一を連載中である。この新アニメシリーズとは別に日経エンタテインメント市で高橋良介が小説版ボトムズ 声再びを連載。核液たる痛の後の時代の物語で、第14回では、ペールゼンファイルズについて触れられており、メルキア情報省時間、フェドクー・オッカムの名が出てくる。なお、声再びを元にした最後のエピソードと歌っている、OVA、装甲機兵ボトムズ幻影編が2010年3月より、リリースされた。チャンピオンレッド二0 0年六月号から二0 0年七月号に、 かけて、漫画、装甲機兵ボトムズ・クリムゾン・アイズが連載された。こちらは、主人公が、ボトムズ・ノリの幼い少女で、クエント人の女傭兵も登場している。珍しい例としては、アストラギウス銀河の300年後の様子を描いた、高橋良介による、小説、イコール・ガネシスが存在する。ここでは、アーマード・トルーパーは、ロボトライブと呼ばれるアンドロイド兵士にとって、変わられている。 ブルーレイパーフェクトソルジャーボックス発売記念として、東京 MX で2020年12月27日に、高橋良介監督が出演する特番、ドキュメンタリーオブボトムズイノーの系譜を放送。総集編6本と OVA10 作品が制作されている。レッドショルダードキュメント野望のルーツペールゼンファイルズ全12は、テレビシリーズウド編、ザラストレッドショルダーテレビシリーズクメン編、 テレビシリーズ3作編テレビシリーズクエント編ビッグバトルか駅たる一旦前後は声再び幻影編前6話1985年6月21日発売テレビシリーズを時系列にまとめた総集編演出構成は矢田部勝義1985年7月20日発売銀河万丈がナレーションを担当した各話の予告編を すべて収録し、ココナ・バニラ・ゴートの3人を中心に構成された名場面集。演出、構成は、千ぶきあゆみ。エンディングと、ファンタムクラブでココナが歌うシーンが、エンザン・ノリオによって新たに作画されている。ファンタムクラブのシーンでは監督の高橋良介、キャラクターデザインのエンザン・ノリオ、プロデューサーの長谷川徹らが、ワンカット登場する、お遊びがある。 クエント消滅後のロッチナがギルガメス軍の軍服を着て登場しているが、これがビッグバトルの前に入るのか、後に入るのかは不明。1985年8月21日発売の o v A 作品。時間軸的にはウド編とクメオ編の間に入るエピソード。1986年8月2日に劇場公開もされた。 本作品は第3回日本アニメ大賞 OVA 最優秀賞を受賞している。1986年2月21日発売。ウド編の総集編。演出、構成は高橋良介。オープニング、エンディング、クメンの予告編がマックスファクトリー制作のジオラマで表現され、話題になった。1986年4月5日発売。 クメン編の総集編。演出、構成は高橋良介。この総集編にはフィアナが登場しない。ウド同様にオープニングとエンディングはジオラマバージョン。1986年7月5日発売のオーブン A 作品。時間軸的には最終話におけるクエント消滅からキリコとフィアナがコールドスリープに入るまでの間に入るエピソード。 1988年1月23日発売。三作編の総集編。演出、構成は高橋良介。オープニングは谷口森康。エンディングは炎山のリオによる新作画。制作時、谷口は気候両兵メロウリンクのデザイン作業に取り掛かっており、ボトムズ本編では登場することのないタイ AT ライフルを携え、マントを羽織った。 気候量兵姿のキリコを見ることができる。谷口は絵コンテも担当。そのエピソードは当時アニメージュ誌に連載されていた自らのイラストエッセイに記されている。演出は谷口の指名で今西隆史が担当した。1988年2月20日発売。クエント編の総集編。演出、構成は高橋良介。 1988年3月19日発売の OVA 作品。時間軸上最も古いエピソード。劇とも音楽は犬井勇気による新作。オープニングアニメーションはアニメ R の吉田徹の絵コンテによる新作が予定されていたが、スケジュールの都合により、本編カットを抜粋し構成したダイジェストが使用された。 1988年から1989年にかけて発売された外伝にあたるオーブン A 作品。前1二話。1994年から1995年にかけて発売されたオーブン A 作品。前後は。2007年から2008年にかけて発売されたオーブン A 作品。前1二話。2009年1月17日に劇場版が公開。 2010年3月より発売の OVA 作品。全6話。2011年2月25日発売のボトムズ新生3作品にあたる OVA 作品。2010年11月6日にはイベント上映。世界観は共有するが、キリコを中心とするシリーズとの接点は設けられていない作品。2011年4月7日発売のボトムズ新生3作品にあたる。 OVA 作品。2010年12月4日にはイベント上映。本作などの世界観や設定を一切用いていないパラレルワールドの作品。日経エンタテインメント。市で連載された小説。後に、ボトムズ新生3作品の一環で OVA 化され、2011年4月22日に発売。発売に先行して二千十一年一月八日に、 イベント上映。以下は単品販売。ビデオ DVD などのパッケージ以外にも UHF 地方局や CES 局でたびたび放送されており、ネット配信サービスで全シリーズが視聴可能である。1988年12月25日に朝日ソノラマから発売。ウド編の中盤までを再構成したもの。テレビシリーズの犬井祐樹の音楽は使用されていない。宝は ダグラムでミリタリーに強い金型屋を抑えたため複雑なデザイン造形が可能になった。当初は宝がスポンサーとなって制作された作品であるため同社から1-24スコープドッグをはじめ他にも1-35-1-48スケールで数々の AT がプラキット化された。しかし宝のアニメ模型からの撤退により模型の金型はいくつかの模型会社を転々とし 根強い人気にもかかわらず、キットにプレミアがつくような時期が続いた。その後、ウェーブが前述の1、24スケールキットに手を加えた、スコープドッグターボカスタムなどを発売。さらにバンダイが、参加のエモーションレーベルからの作品 DVD 化と、共に本作品のプラキット化権を獲得し、同社制作の、初めての OVA、ペールゼンファイルズ登場の AT を含む1、 20スケールキットを発売した。なお、1、35ストライクドッグは過去何度か再販されているものの、現在ラインナップから外されている。金型は行方不明という噂が流れ、今ではオークションで高値取引されている。スコープドッグ系列は1、24のデュアルモデルも発売されており、プラモデルでは再現されていない膠着ポーズが可能だった。この他、 ユニオンモデルから1、60スケールのプラキットが発売された。本放送が終了し1年以上経った後に、ファッティ、スバーク、ラビドリードッグといった宝からは未発売だった AT もキット化されている。また、カバヤの食眼シリーズとして、前作、太陽の牙ダグラムのコンバットアーマーに続いて、ボトムズの AT も12種類、軟質プラスチックの組み立てキット化された。 こちらにも宝からは、未発売の、ファッティー、ツバーク、ラビドリードッグがラインナップに含まれている。上記のほか、本作の直接的なゲーム化ではないが、クロスオーバー系、ゲーム数作品に本作に登場するキャラクター、並びに、ロボットが、複数登場している。2011年に、サミーから、パチスロ走行機兵ボトムズのリリースが発表され、 同年4月下旬に全国のパチンコパーチスロ店に設置。2013年にサンスリーからパチンコ CR 走行機兵ボトムズが同年8月に発売された。ありがとうございます。